ペンタブレットはコムインティオス3ペンタブレットはペン状のものでポインティング操作をするタブレットの一種であるコンピュータに使用するポインティングデバイスの一種ドローイングタブレットデジタルアートボードなどとも呼ぶ汎用的にはグラフィックスタブレットと総称される古くはデジタイザがこのペンタブレットの原型であるデジタイザは 専用ポインティングデバイスと板状の装置の組み合わせにより図形などの入力を行う装置の総称である。デジタイザーは図形等の高精度な座標を入力するための装置であり、ペンタブレットは当初はその低精度な廉価版として操作を容易にしたものとして発売された。同様なポインティングデバイスにライトペンがあるが、こちらはディスプレイ画面の光を利用して 一検出を行っているため、デジタイザー、ペンタブレット等とは原理的に異なる。なお、天井のデバイスとしては他に三次元情報の入力のためのものなどもある。天井のデバイスでコンピュータを操作するという古い時代のアイデアとしては、1950年代後半のトム・ダイヤモンドによるスタイレーターというものが挙げられる。続いて、1960年代には、 ラントタブレットが生産された。その後、パーソナルコンピュータやワークステーションの時代に入りつつ、あった1970年代から1980年代にかけては、サムグラフィックス社のビトパッドがカナダドルで広く使われた。これをアップル社が OEM で採用し、アップル通用のアップルグラフィックスタブレットとして1979年に発売。 これが最初期の民生用ペンタブレットとなる。そしてこれに付属していた世界初のペンタブレット用カラーグラフィックソフトウェアユートピアグラフィックスシステムの作者がミュージシャンのトットラングレンである。1980年代前半の民生用ペンタブレットとしては1983年に発売されたコアラパッドが広く使われた。当初はアップル通用に発売され、 あとに他の PC 用にも発売された。他にもいくつか競合製品があり、あたり社も純正のペンタブレットを発売している。1983年に電磁誘導方式のペンタブレットを研究する企業としてワコム社が日本で設立され、1984年に最初の製品として世界初のコードレスペンタブレット WT シリーズを発売した。 これまでのペンタブレットはペンに電源を供給するコードが必要とされたが、ワコムのペンタブレットは電磁誘導方式を採用しており、ペンにコードが必要なかった。1980年代中頃にはヨーロッパを中心に世界展開を行い、世界的にも大きなシェアを獲得。2013年現在の時点で世界シェア80%。 日本国内シェア92.3%とその後も現在まで数十年にわたってペンタブレット市場をほぼ独占している。電磁誘導方式は2010年代でも関連特許が出願されているなどの事情から今後も競合製品が登場する見込みは薄い。ペンタブレットは専用の電子ペン内視その他のペン状の物体の位置を本体である。 板状のタブレットに内蔵したセンサにより読み取って、コンピュータ本体に、その位置内し動きの情報を送る装置である。ユーザーインターフェース機器としては通常、ポインティングデバイスに分類され、コンピュータのディスプレイ上のポインタを操作するのに、使用する。通例、タブレット上の座標を、ディスプレイ上の座標にマッピングすることで、画面上の絶対座標を直接入力することができる。 ペンタブレットの先祖はデジタイザーと呼ばれた主としてカナダドル用に使われた絶対座標入力のための機器とペンタッチキーボードである。前者と比べるとペンは位置検出が難しく文字が書かれたマス目のサイズで認識できれば良い校舎と比べると必要とされる位置精度が一桁以上違うことがそれぞれペンタブレットを実現するための課題であった。 ペンタッチキーボードでは大抵周辺機器側でキーボードをエミュレーションするといった点も異なる。ペン以外にカナダドル用のそれと同様の高精度な座標入力のための機器やマウス上の機器や消しゴムなどが使える製品もある。筆圧感知機能を利用した描画例一般的なポインティングデバイスであるマウスに比べ手書きに近い直感的なポイント操作ができるため、 コンピュータ上でのイラスト、絵画制作に用いられる。また、製品によってはペン型入力機器に、筆圧やペンの傾きを感知できる機構が内蔵されており、実際の筆記用具と同様に、絵画制作で繊細かつ微妙なタッチを表現することができる。ただし、ハードウェアが検出した情報をソフトウェア側で処理して反映する必要があるため、使用するソフトウェアによっては、 筆圧や傾きが表現されない場合もある。カレルペインターやアドビフォトショップ、クリップスタジオペイントなどの代表的なペイントソフトウェアは筆圧情報等の処理に対応している。現在、PC 向けのマウスの分解能は一般的な製品で 0.006mm ほどであるが、実際には角度などによって精度が落ちることが多く、また指先ではなく、 腕と手のひらで移動させているため、非常に細かい動作が困難であり、感覚的な分解能は 0.1mm にも満たない。その点、ペンタブレットであれば、ペン先0.1から 0.005mm ほどの動作にも敏感に反応して動作させることができるので、ある。ペンタブレット用ペン型入力機器には、いくつかの種類がある。変わったものでは消しゴムなどもあり、 ソフトウェア側で対応していれば自動的に消去の処理に切り替わる。デザインや写真修正で使用するスプレー用ハンドピース型のものや複数のボタンを装備してそれぞれに異なる機能呼び出しを設定できるもの、またゴムグリップなど専門職ユーザー用途に特化した製品も用意されている。タブレットを通常のマウスのマウスパッドのような感覚で使うことができる マウス上の機器が使えるものもある。位置だけでなく、マウスの角度を感知する機能や、より多くのボタンやホイールが搭載された製品もあり、用途に応じて様々な大きさ、形状の製品が販売されている。製図などの紙を大型のタブレット上に置き、ポイントの絶対座標を入力するというのが、元々の目的であるため、十文字の刻まれた透明パネルがついているものもある。 ペンタブレットと液晶ディスプレイを統合した液晶ペンタブレットもある。これはディスプレイに直接描画する感覚で操作できるため、より直感的な入力が可能となる。110番の受理代用端末や電子カルテ、会議などの発表者用端末、テレビ会議システム用端末、クイズ番組などの回答者用端末など幅広い用途で利用されている。付加機能として、 単体で発売されているものもあり、スタンドから簡単に取り外せたり、また任意の角度で固定できるものもある。なお、液晶以外にも板状のディスプレイ技術は多数ううあり、それらとペンタブレットを組み合わせた製品もあるが、これらは液晶ペンタブレットとは呼ばれない。概念的には液晶ペンタブレット等とコンピュータを統合して小型化、携帯可能にしたものが、 タブレットコンピュータとも言える。さらに、最近のタブレットコンピュータの主流は、ペンではなく、静電容量式のタッチパネルにより指での操作ができるものである。h t t p w w w g e o m a g i c c o m e n p r o d u c t s p h a n t o m p r e m i u m o v e r v i e w ハトデバイセスフォーリーディングハンドリトゥンキャラクターズ https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10ドット1145スラッシュ1457720ドット14577765ありがとうございます。